はい、では、銀色に塗ったので、続きをやっていきましょう。ちょっとね、これ首のカラーの部分、ちょっと下地の色、例によって若干2色混じれて、黒と、ピンクを使ってみたんで、微妙に色の違いが出てると思います。これをまずですね、取り付けていきたいと思います。はい、取り付け終了です。慣れたもんですね。ん？なんか忘れてるな。墨入れしてねえや、俺。墨入れを忘れてる、こっち。どうしようかな。まあ、この形でも墨入れはできるんで、この形で墨入れやっていきますか。まあ、墨入れですね。まあ、昔から F14 の方でもやってたんですけど、昔からこのタミヤのエナメルカラーを使ってます。で、前は単純に黒を使ってたんですけど、まあ、最近油絵を始めるようになってね、この2つの調合で黒を作ってという方が幅が広がるんで、割合でこう赤っぽくしたり青っぽくしたりっていうのが可能なんで、これ面白がってやってます。で、本当にカラー自体はちょっとしか、かなり薄めて使うんで、取り出しは。もしかしたらこれでもちょっと多い。で、今回ベースが白なんで、青っぽい影にします。なので、ただね、どうしてもね、青が強く出るんですよ。で、今かなり茶色が多く入ってるはずなんですけど、ちょっと青みが。強いと思います。ちょうどいい感じになったかな、でも。で、どうしても、ロイヤルブルーが光沢なんで、フラットペースを。カラーだけでこれだけ量ができたんで、これをかなり薄めるんで、これなんかボトル用意した方がいいのかな。ちょっと茶色強いかな。白に対して、こんなもんかな。これアクリル絵の筆ですね。この長い、細長いやつです。あとは綿棒と、
な、こいつで。ああ、そっか、下のシルバーのとこも、まあいいや、一緒の色で。一応ね、ところどころところどころというか、あ、これもうちょっと青み入れた方がいいかな。塗る前にモールドに筋彫りってほどじゃないですけどね、毛描きは入れて、この塗料が走るようにはしてあるんですけど、で、まあ、内部フレームの方ですね、内部フレームというか金属色の部分にも、ちゃんと忘れないで、まあ、これもどこまで見えるのかっていう部分なんですけどね。まあ、モールドが入ってるところに、やってやればいいのかなと。あとは大きなの、これが比較的大きな。これおそらくね、完全に見えなくなるんじゃないかなという、完全というかほとんどここに両足が来るんで、綿棒一つ取ってもね、いろんなこう使い方があるわけです。まあほとんど触らないんですけど、
ともうちょい全体に伸ばすかな。感じかな。塗料が薄い方が今こっちの隅木をちょっと含ませて塗料を薄めたんですけど、筆の中で今やったみたいに塗料が薄い方がこう走るんですよ。でまあ特にね、なんだろう、パネライナーとかね、そういう墨入れ専用の塗料あれが一番使いやすいと思います。一番最適な濃度で使えるんで。これ使ってるのは、さっき言ったように色の調整が好きなんで、ああこれだ、ここだな。ここにね、多分ね筋彫りがあるんですよ。消えちゃってるんですよね。なんでだろうこれ、気がつかなかったな。この段階になったらここに筋彫り彫るのがやんないですけど、やるのまた色を塗らなきゃいけないんで、めんどくさい。ちょうど今ですね、終わったんですけど、1個だけ、これ、
炭入れるの忘れちゃって片付けちゃったんですけど、もう一回作んなきゃいけない。でまあこう並べてみるとかなり違いは感じていただけると思うんですよ。どうだろう、感じていただけるかな、どうなんだろうね。まあ、存在感がやっぱりね、炭を入れると出てくるんで、おもちゃっぽさがなくなるっていうんですよね。まあ、こんな感じで、炭入れの方が、まあ、とりあえず胴体の部分ですね、終わりました。あ、あと一点、まあ炭を入れてる途中で綿棒でこう拭き取るっていう作業があるんですけど、この部分でね、デカールにかかっちゃうと、例えば下半身でやっちゃったんですけどね、デカールのクリアの部分で、まあ、特に僕みたいにカットしないで四角のまま貼った場合ですね、まあそこに墨が入っちゃうんでかっこ悪いんですよね。まあ、僕のこれも文字の周りで一部わかるかな。ちょっと墨が入っちゃってる部分があるのかなという感じがします。ああこれですね。この縦に線線が、あこれは違う、モールドだ。まあ、そういう可能性もあるんで、ちょっとその部分は気をつけた方がいいのかなと。このデカールは、まあ、水転写使ってね、上からクリア塗ってっていうことをやればそういうことは気にしなくていいんですけど、 あとね僕ねこれしまったなと思うのが、ここ色が取れてきちゃってる。これタミヤのアクリル塗料なんで、トップコートを塗らなきゃいけなかった。どうしようかな。